三船津あ丸。19世紀の創造図。あた丸をテーマにした観光船あた丸は、江戸時代初期の寛永9年、江戸幕府第三代将軍の徳川家光が、向井将軍に命じて新造した、軍船形式の魚座船である。別名は天下丸。2年後の寛永11年に、伊豆の伊東で完成。現在の東京湾に開港され、翌年の6月2日には、 品川沖で、家光が市場。その後に、江戸深川に係流された。最も信頼できる資料である、あたけ船仕様町や、あたけ船書式注文帳によると、全体は、和洋折衷の船型で選手に、長さ3軒の竜図を置き、竜骨の長さが125尺、肩幅が53.6尺で、推定排水量が1500トン。 ロスウは二人がかりの百姓であった。上部は、畑船に準じた日本式の軍船偽装を施し、二層の宗屋倉で船首側に二層の天守を備え、その巨大さから、日本一の魚舟などと呼ばれ、江戸の名物の一つでもあった。外藩の厚みは一尺もあり、当時の赤線を主力とした、他の大名の水軍力では破壊は、不可能であり、さらに防火。 船区へ虫対策として、船体、上か前すべてに銅板を張っていた。しかし、あまりに巨大であったため、大老百兆でも推進力が不足であり、実用性がなく、将軍の権威を示す以外にはほとんど機能しなかったと、される。これについては、浅い喫水も合わせて、江戸防衛のための移動要塞としての任務が主なため、との意見もある。また、建造を命じたのは、 徳川秀忠であり、その後に将軍職を襲った江光によって、絢爛豪華な装飾が付けられたという。維持費用が大きく、斜視引き締め政策の影響もあり、天那2年に幕府によって解体された。以後は、赤線系の天地丸が幕府の最大観となった。後年には、巨大さ、豪華さのために、多くのテキストに記述されたが、ほとんどの場合に、 誇張や誤りがあり、徳川幹ですら御殿を再録している。また、蔵の中で、伊豆に帰りたがった、解体後の板を、穴蔵の蓋に用いていたが、それを、あたけ丸の魂が許さず召使いの女について、主人を脅し蔵を作り返させたなどの民族伝承も、生まれた。現代の東京湾では、外見を模した、遊覧船、魚座船あたけ丸が、 日の出桟橋発着で観光クルーズを行っていた。排水量486トンで、全長は約50メートルである。2021年10月より、神戸湖での遊覧を行っている。国史大辞典による、東海道名初期、石井賢治、日本の船を復元する、徳川三木には、ここに昼いなき大船なので、もういとり、いとりをはじめ関わる人は、 数百人いる。結果的に一年に十万国の税が必要と言われた。よって、堀田たまが、ゲゲの車種を禁止するためにも、まずお上が無駄な費用を省くべきであると建議し、解体に至ったとある。各駅停話、ゆりかもめひので、新生、家光の天下丸、朝日新聞入管2018年11月29日2018年12月4日、閲覧。 ありがとうございます。